解包囲網次々突破されています。ほんと悲しいよね、信じる者同士が殺し合うなんてね。14番目みたいにね。ああそうそう、14番目の時は辛かったな。そうだよね、そうだよね、あん時はね。自分で言ったじゃん。もうほんと泣き虫なんだから。そんなんでアレンに会えるの？さっきしょげたの内緒にしてくださいね。でも我が輩はアダム第一使徒千年伯爵ですから。エクソシストの心臓を暴き、神様を闇に召すまで何があろうと立ち止まることは許されないのです。なんだこれ。喋れない。体が勝手に。違う、そっちはシェルターじゃない。クソ、どこに連れて行くつもりだ。これは念頭力。この静けさ、まさか北米支部ごと制圧されたのか。いやこんばんは。千年伯爵、やばすぎる。これ完全に処刑パターンじゃないか。さっさ、遠慮なく並んで並んで。くそ、何も頭潰すことないのに。じゃって強そうだったんだもん。ま、よかろう、セカンドなんだし。この大雑把。あれは神田。なぜだ、なぜ神田を。まさか、まさか狙いは。その通りだ、ロシー。もう愛と悲劇、お主らが一番よく分かっていたはず。触れてはならんものに触れると、そこから何が吹き出すか。黒の教団が最も憎むもの、お主ら自ら作った悪魔に抹殺されるのだ。アルマに何をする気？無駄だ、9年前からアルマには意識がない。そうだの、確かにアルマは心を閉ざしておる。私の魔眼でも覗けぬほどな。だがこちらはどうかの。嬉しいな。僕一人だけなのかと思ってたから。君はユウって言うんだって。僕？僕はね、アルマって言うんだって。こんな形で再会させるなど。さあさあ、時は来ましたよ。アルマカルマちゃんに断罪の朝を。待って待って千年子、まだゲストが残ってるじゃないか。せっかくこいつらサードを餌に使ったんだからさ。ボケって、あれ、僕の下から。仲間を返せ。あれ、あれ、喋れる。いましたね、我が輩の目の上のタンク部。あれ、もうか。どけって言ったろ千年子。え、伯爵？ウォーカー。なぜウォーカーがここに。ようこそアレン・ウォーカー。これはどういうことですか。ルベリエ長官、ジョニーにリーバー班長まで。すまんアレン、俺たちまで人質に。じゃあここは神田。君がなぜここに。ヨルダンの陣営を守ってたんじゃ。陣営ならとうに全滅したよ。トキサ、驚いたかい。お前はこのサードを助けに来たつもりだったんだものね。マダラはどうしました。
やつならマーシーマが相手してるぜ。気をつけなさい。この野は他者の体を勝手に動かせます。私の足を触れずに折り砕いた。じゃあみんなは？そう、残念ながらすでにこの支部の人間はこの僕デザイアスが掌握している。言っとくが僕はド S だ。これ以上仲間を犠牲にというかあられもないポーズにされたくなかったら言う通りにしなさい、アレンウォーカー。どういう意味だそりゃ。黙って殺されろってことですか？少年、俺らはお前を迎えに来たんだぜ。はあ？迎えってあんたたちの敵ですよ。ああ、君たち僕らの千年功を踏みつぶしたまま忘れ去らないでもらえる？あ、アイリンブルー。いや、まんまと騙されましたよこのドケメ。何？お前は14番目が残した奏者の資格ではない、14番目本人だったのですね。バレてる。アレンが14番目本人だって？それが分かった以上お前は二度と教団へは帰しません。てわけさ。ご存知でしょう、千年伯爵は悪魔製造者。悪魔は我が輩の手足であり目である。お前はあの時悪魔越しに我が輩に呼びかけたのでしょう。おはよう。もう大変な衝撃でした。何のことだ、僕はそんなこと。その通りだよ、お前に伝えたかったんだ俺が戻ってきたこと。14番目、来てくれると思ったよ兄弟。今度こそお前を殺す。お前を殺して俺が千年伯爵になる。それが望みなのですか、14番目？違う、僕は14番目じゃない。なんだこの感覚、体の中がぐちゃぐちゃに。移植されたメモリーは徐々に縮小侵食し、お前を14番目に変えるだろう。14番目になったらお前は大事な人間を殺さなきゃならなくなる。いいですか伯爵、あと14番目もよく聞け。僕はエクソシストアレン・ウォーカーです。それ以外には死んでもならない。あんたら兄弟のよくわからん喧嘩に人を勝手に巻き込むな、迷惑です。おう、ロード、あの小僧なかなか面白いの。のの千年子。あら、ああ、僕のロードが何あっさり奪われてんの。ワイズリー、私は武闘派ではないんだの。このなんだ、しまった、出口を。下等生物め、本当に状況を理解してるのか、特に14番目。二度と教団へは返さないって言ったはずですよね、アレン・ウォーカー。君が自ら進んで教団を捨てられるようにしてあげましょう。誰が。今日は君の対談パーティーです。誰ですかあれ。アルマ・カルマ、私たちサードの第一母体。元は神田優と同じ人造使徒の被験体です。誰だそいつは。今何て言いました。誰だそいつは、誰だそいつは。ワイズリー君、なんで私を睨むのだ、おかしいの。いや、ちょっと待て。神田のやつ
まさかアルマが変わり果てていて分からんのか。そんなことはない。あの子が分からんはずが。何言ってんのさ、もうアルマだよ。9年前君が殺したあの失敗作の。あいつは死んだ。でも生きてたんだよ。あんな姿になっても生きてたの。教団が隠してたんだよ。潰されてえのか。君にアルマカルマの罪をかぶせて奴らは隠してた。ノアとの聖戦を言い訳にして9年もね。挙句の果てに悪魔の乱獲埋め込まれちゃって、今じゃアルマは教団に貪られる生き人形だ。どうしたの？アルマに会えて嬉しくなかった？もしかして君にアルマを切らせた女、あの人のことが関係あるの？落ち着いて、カンダ。こんな攻撃がロードに効かないのは知っているでしょう。挑発に乗っちゃダメだ。こいつら君を使って何かしようと企んでる。みんなを助けなきゃ。いいよっと。アルマだって言うことが信じられないならアルマ自身に信じさせてもらえ。はじめに言ったであろう、神田優。お主の脳、アルマカルマの目覚めに使わせてもらう。見てはいけません、モーター。神田ねえ、ねえってば。